はい、はい、明けましておめでとうございます。1月も6日ですけどね、2019年、ハンマ岩尾です。ハンマ家の本家の本物の貴族のハンマ岩尾先生です。本物の貴族の存在はね、本人しか名乗れませんし、力がないと、ハンマ家の代表、王様ですね、ならないと、言えないというかね、最近、50歳ぐらいの時から言い出したんでしょうかね。前は王子だったんですけどね、ハンマ家の王子だったんですけども、いつの間にか王様になってしまいました。還暦過ぎておりますけれどね、貴族なのでね、デリケートなんですけど、デリケートでね、非常に体が不便なんですけれども、心臓が弱いとかね、非常にモビット AB ブロックモビット2障害とかね、心臓の病気の障害を持ってますけれど、デリケートでね、再生性がいいんですね。麻酔とか薬に弱くて、デリケートなもんですから死んじゃうんですね。普通の麻酔薬使っちゃったりして手術したりとかしますとね、心臓止まっちゃうんですよ。だから20歳代の時も、肉を食いすぎて尿管結石になって、胆石がねお腹の中に詰まっちゃったもんで、手術するのにねペースメーカーを入れてね、それで心臓止まんないようにして、いざ止まった時にも動作するようにしてね、手術をするというようなことが必要に、非常にデリケートになっちゃってますね、本物貴族なんで。ただね、再生性があるんですね。傷を治すのは治しにくいんですけど、普通の人と違ってね、よく寝てると24時間も、まあ、10時間以上寝てるとね、普通の人たちと違って睡眠時間はね8時間とか10時間必要です。毎日ね、デリケートなもんですからね。私が20歳代にパナソニック、当時松下電器産業株式会社でね、松下 ABC ソフトというところに入ったんですけどね、松下電器産業株式会社で中国松下の社長の息子と一緒にね経営の仕事をやってたんですけども、入った時はね、上級技術事務職12345と、ね、受かって、私だけ4ヶ月研修ね、普通3ヶ月で正社員になれるんですけど4ヶ月かかったですね。審査が厳しい、ちょっと厳しくて、で結局一番トップでね入りました。マス電機産業株式会社ね、20歳代の時かな。でまあ大きい会社は自分で作ってるんで、前その前はねベンチャーでシーグ研という会社をでベンチャーでコンピューターの開発をやってました。もともとJBC ホールディングの創設名誉会長でね、今資本金50億円ですけども、そしてグループ会社の最高創設者なんですけども、まあ本物の本家なんで隠れ身でやってたもんですからね、いろいろ松下電器産業株式会社も私創業者なんですけども、実際はねパナソニックも創業者の一人なんですけど、前のビデオを見て、ください。で、本当か嘘かということを記載しております。で、資本金138億円までいった
ソーテックって社も僕は最高創設者で、ね、でパソコンの発明者では世界一なんですよ。でもともとね、地球上のエレクトロニクスとか技術というのは私が生まれてくるときにね、私が勉強するために用意した学問なんですね。人間たちのために用意した学問じゃないんで、人間たちにはちょっと無理があるんですね。ただ人間たちにね、無心になったりとか、超能力テレパシー使ってね、カンニングして難しい勉強をね、卒業するというもので、ね、私と違うんですね。私は自分で覚えるんですけども、これは大きく違う、人間と私と本物貴族とね、違いがあるんですね。私は地球と太陽を生まれる前に、SF 映画で出てくる石棺という生き返られる装置を発明してね、死のない世界で、ね、生きてたんですけども、宇宙戦争でね、石棺は破壊され命を取られまして、で新たにね、自分の生を子供というか、産むためにですね、地球と太陽を僕のバックの援護隊がですね、育てて、それで今人間から生まれてきたとわけですね。その60歳というですね、過ぎたという現状です。でもともと私だから人間ですのでね、非常にひ弱ですね。ただ貴族もの、本家の貴族もね、半間家の800年、その前は本間家から出たわけですね。で本間家の本家でもあるわけですね、もともとね。で力弱い代の時は、天皇家とかイギリスエリザベス女王家とかありますから押されてね、